危機的状況をプラスに変える動画版日本語で USA。 アメリカ不動産を3人のリアルターがオハイオ、カリフォルニア、ハワイから読み解きます。こんにちは。こんにちは。また1週間があっという間に経ちました。皆さん元気でしょうか？はい、元気でやってます。元気ですよ。今日のテーマです。はい、上手なエージェントの使い方、私たちリアルエステートのエージェントをどういうふうに使うと効果的ですかっていう話をしたいと思います。はい。なんかね、先週 の脱ぎます発言もありましたけども、なんかその今まで何回かにわたってリアルターっていつから使うとか、あとどんなことを我々が仕事としてやってるかっていうことはいろいろお話しさせていただいたと思うんですね。でそのテーマの中で、お話ししてきた中で、その私たちがやるべき仕事っていうことをマックス頑張ってもらうために、そのお客様、クライアントの立場からどうしたらいいのかなって、私たちのお尻はどうやって叩いたらいいのかなっていう話をしたら面白いかなと思って、今日ちょっとその話させていただきたいなと思いますけれども、そもそもその、エージェント決めるときに何人かその面接をしたりインタビューをして、でこのエージェントって決めていただきたいんですけど、で一回そのエージェントっていうふうに決めたら、そのエージェントを信じてっていうふうに、私たちのことを信じてくださいって言ってましたけども、この信頼関係って相互関係なんですよね。でだからその私たちがその自分たちのクライアントになった方を半信半疑で見てたら、やっぱりいい仕事ってできないですよ。でこの半信半疑っていう意味は、この人は本当に買うの買わないのっていうことじゃないです。で別にそれは結果買わなくなっても それはもうどうでもいいことなんですけど、私たちが提供しているサービスに本当に満足しているのかなっていうこととか、あとそのこの方が言ってることっていうのは本当のことなのかなっていうようなことを思わせられてしまうと、そのなかなかやっぱり本気度っていうのが出てこなかったりします。でやっぱり同じ目標に向かって本気で一緒に進んでいこうよ、でこんな物件欲しいんだよねっていう、その意気込みが感じられるっていうことがあると、やっぱり私たちもよっしゃっていうふうになってくると思います。で私たちにどれだけそのマルチの能力があるかとか、どんな性格の持ち主なのかっていうことでも、やっぱりその違いっていうのはあるとは思いますけれども、一つ言うことは、任せっぱなしにしないでねっていうことです。でこれどういうことかっていうと、私たちやっぱりプロなんで、たくさんのリスティング物件とか、その買い手さんとかクライアントさん、その買い手のクライアントさんとかもたくさん抱えてお仕事してます。でサーカスのピエロがジャグリングっていうんでしたっけ、なんかこういうふうにこうやってやるやつみたいな感じで、頭の中でこういろんなことを回しながら、今は何が必要なのかとか、今何をしたら一番いいのかっていうことを常に考えてます。なのでそのリアルタイヤ取ったら、その任せっぱなしとかボールを投げっぱなしにしないで、時々はいはいボール投げてっていうふうにグローブ広げてくださったらいいかなって思います。で時々首突っ込んで口挟んでくれたらさらにいいかなって思います。で一度このエージェントっていうふうに決めたら、その人を、まあね、やっぱり信じて欲しいんですけども、あれっていうような思ったことがあったら、もうその時にすぐに質問して、その自分のこうあれっていうのをなくしてってほしいなって思います。で何とかもおだたりは木に登るって言いますけど、私たちも実はそうです。で豚じゃないですけどね、人間ですけどね。でその目に見えないところもやっぱり感じ取っていただけたら、私たちも頑張れます。はい。で資料一つお渡しするのもだってやっぱり毎日 の情報収集から始まって、検索をして、時間とか労力がそれ一つ一つにかかってます。で物件内覧するんだってそんな簡単じゃないです。物件の検索で、車のルートを組んで、タイムスケジュールを組んで、でその相手のエージェントさんがやっぱりいるので、相手のエージェントさんとの連絡を取って、その裏作業っていうのはもう本当にちょちょってできるようなことじゃないです。
でそれが仕事でしょって言われればもちろんそうです、それが仕事です。でもそういうことを経て結果出させていただいてるっていうことを理解していただけたらもう最高だなっていうふうに思います。実は改定がつくのに時間かかってた物件がありまして、でそれがやっと改定がついたんですね。で今エスクロに入ってるんですけど、デューデリも終わって、でまだもう少し時間はかかっちゃいますけども、売却へのにかなり近づいている物件のオーナーさんがにアップデートの電話したんですね。つい昨日かな、一昨日かな。でその時に一番最初に、ああそうなんだ、マミさん の黒の おかげだね、ありがとうね、よかったねって言ってくださったんですよね。でその言葉聞いた時に、なんか本当に何気ないありがとうの言葉いただいたんですけど、なんかこれはもう本当に何としてでも陶器まで持っていかなくちゃなっていうふうに、そのブルブルっていうふうに来ました、その時。はい。でさっきもちょっと言いましたけど、これも本当に以前から何回も言ってますけど、思ったこと、感じたことっていうことを正直に伝えてくださったら、もう本当に私たちも無駄な動きっていうことをしないで仕事がスムーズにいくんです。はい。なので勝手なこといろいろ言いましたけども、それが本当のなんか正直なところかなっていう気がします。私もそうですね、エージェントの上手な使い方という意味で言うと、私たちの方がお客様が相手さんなんで、結局はこっちが、雇われるというか、こっちが向こうがお客様、私たちがその仕事を受ける方なので、もちろん私たちがまず最初に英語でフィディシャリーデューティーっていうんですけども、向こうに一番最大限の利益をもたらせるように、もう本当に誠実に対応するっていうのがもう私たちの倫理の基準で決まってるんですけどね、もう本当にそういうつもりで働きますと。でただやっぱり逆の立場で、例えば自分がですね何かを発注する立場の時も、相手のベンダーさんとかとどうやって付き合うのを心がけてるかというと、やっぱり一旦いろいろ苦労してやってくれたことに対してはちょっとその文句を言いたい時であっても、ありがとうございましたっていうことをまず最初ねぎらって、それからでもねっていうことで、ちょっとここが気になってねって言いながら、気になることをバーッと後から言うっていう感じでいつも話すんですけれども、やっぱり何でも仕事をするっていう時は、相手がどのぐらい時間をかけてそれについてやってくれてるかっていうことを察した状態で、その上で、これはお願いしたいっていうことをはっきりというか分かりやすく言う。だからこういうことを仕事をしていく上で私もずっと心がけてきてますけども、やっぱり私たちの逆の立場であったとしたら、お客さんがやっぱり私たちをうまく使うとしたら、まずは何をどういうふうにやってるかっていうのは察していただいた上でねぎらう、それとはっきり言っていただくこういうことかなっていうふうに思いますね。であと私たち の仕事って本当に制約してからやっと報酬が入る仕事なので、そこまでに至る間っていうのはお互いに信頼関係があって活動して、それでその最後契約するまでは私たちは特に報酬とかなしで動くんですけれども、お客さんからしたら、あなたに頼むねっていうことでやってくれてるんですけれども、それが途中でやっぱり気が変わるってことはどうしてもあると思うので、それはそれで仕方がなくって、ただその気が変わった時に浮気をしてですね、並行していただくとちょっとすごい無駄な時間にお互いになるし、それはやめてほしいし、やっぱり浮気は しないで進めてほしいということと、あといつも私が思うんですけれども、お客さん、リアルエステートのエージェントって本当にたくさんいらっしゃるし、日本もこっちもそうですけども、逆に言うと私はいつもですね、選んでもらって最終的にクローズすると本当によく私を選んでくれて使ってくれたなっていうふうにすごくありがたいと思うんですよ、正直。なぜかというと、逆に言うとね、2人もちょっと経験あるかもしれませんけど、何回かコンタクトしてお付き合いしてるんですけども、しばらく向こうも私もあんまり連絡してなかったら、リスティングが別の人で取られててあれっていう感じで違う人のところに行くこととかもやっぱりあるじゃないですか。そうするとそれを考えた時に、私やっぱ選ばれなかったっていうことで、もちろんなんかがっかりします。ただ逆にがっかりすると同時に、今選んでくれてるお客さんは
本当に選んでくれてありがとうって私思うんですよね。だから、まあ、あとその、まあ、一人というかその私もたまにというか時々ですね、やっぱり日本からのインベスターの方とかセカンドハウスを買う方がこっちに来られて、それでお見せするんですけどね、ある方は3年かかってやっと制約したんですけれどもね、ちょっと何年 1、2年前に。でもその方って本当にすごく人脈も広い方だし、いろんなリアルターの人がいっぱい周りにいるわけなんですね。でも結局すごい最終的にいつもこっちに出張で来るたびに、西川さん今度これ見れますかって言っていつも連絡くれて、でまたその時見せるんですけれども、でまた何もなかったと、いや気に入らなかったと、でまたしばらく3ヶ月後にまた見せる、それが3年続いたんですね。でも最終的に自分がこれっていうのを選ぶ時にやっぱり選んでくれて、そういう時は本当になんかいろんな人が後で聞くと、この人もいますよ、紹介しますよっていう話もあったらしいんですけど、やっぱり私選んでいただいたのは本当にありがたいなと思うので、やっぱり自分も選ばれた以上はもうとにかく一生懸命やりますし、 でも、まあ、浮気はせずに一緒にいる間はお互いにこうウィンウィンの関係で付き合っていただくっていうのが非常に私たちがやる気が出て頑張れる感じかなと思います。お二人のお話があったところで、じゃあ私何に付き答えることがあるのかなと思った時に、じゃあ私が、どんな基準で、例えばプロフェッショナル、私たちもね不動産を買うって言った時のプロフェッショナルとしては選んでもらう側にあるんだけど、じゃあ私たちが例えば保険屋さんとかね、あと何がある、弁護士さんとか、会計士さんとか選ぶ時にどんな基準で選ぶかなって言った時に、まあ、その地域なりそのエリアなりその専門分野でトップの人を選ぶっていうのが一ついいかなと思うんです。なんでかっていうと、トップの人の周りのお客さんにはトップの人がいるわけで、そうするとその人たちの人脈っていうのをその人を雇うことによってこう得るっていう方法があると思っていて、同じ会計士さんの間でもトップの方であるって言った時にも、そう全米のトップの人を雇う必要はないかもしれないけれども、例えば日米間にの税務に詳しいとかっていうことで、そのトップの方とお仕事をすることによって、例えば私たちのお客さんで、いや日本にも物件があってアメリカにも物件があって、これから日本の物件をね売ってアメリカに来ようと思ってるんだけども、その時の税金どうしたらいいのかなとか、そういうことに対しても、そうするとすぐにその CPA の方に連絡入れて、私のお客さんなんですけどこういうことを困って悩んでらっしゃるんですけどっていうこうできるじゃないですか。でそこのトップであれば他のどうなんだろうっていうふうに迷いなくその人も紹介できるし、はい、今度反対に、そのお客さん、そちらの CPA のお客さんの方でこちらに不動産を買いたいとか投資物件買いたいんですよって言われた時に、向こうもこちらにこう潔く頼んでもらえるみたいな、そういう利用方法もあるかなと思ったので、今お二人には雇った後のお尻の叩き方みたいな話をしてもらったので、私はじゃあそもそもどうやって選んだらいいかみたいなのを一つの要素として考えてもらえたらいいかなと思いました。どうでしたでしょうか。はい、じゃあ今回はこれで、また次回お会いするの楽しみにしてます。さようなら。ありがとうございます。